エーベは、木星の衛星の一つ。内側から四番目の衛星で、木星の四つの木星内部衛星群衛星の一つである。カリフ号は、s 1 9 7 9 j に。1979年に、ボイジャー1号の撮影画像中から、アメリカのスティーブン・ P ・シノットによって発見された。1983年に、ギリシア神話の川の神アース・オーポスの娘で、 大宮はゼウスとアンティオペイの息子ゼートスの妻となった妊婦テーベイにちなんで命名された。木星からの平均距離は22万1 8 8 9トル後転周期と時転周期は共に13時間。直径は約1 0 0トルで、直径4 0トルほどの大きなクレーターがある。テーベはボイジャー1号が木星を、 フライバイする最中の1979年3月5日に撮影された画像の中からスティーブン・ピーシュノットによって発見され S1979J2 という仮符号が与えられた。ボイジャー1号による発見の後に1979にボイジャー2号によってもテーベの撮影が行われた。しかし木星探査機ガリレオが木星に到達するまでは テーベに関して判明していた情報は極めて限定的なものであった。ガリレオによる観測では、テーベの表面のほとんどが撮影され、その蘇生を明らかにするための重要な情報が得られた。テーベはびつな形状をしており、三軸径は 1169884km である。衛星の密度や質量は明らかになっていないが、アマルテアの平均密度と同じだと仮定した場合、 質量は4 3 0 1 7ラムと推定される。木星に近いその他の衛星と同様に、長石固定された状態にあり、長軸方向を常に木星の方向に向けながら好転している。ガリレオ探査機の観測により、底辺の表面にはゼトスクレーターというクレーターが発見されている。このクレーターの直径は、およそ4 0トルあり、 テーベで最も大きなクレーターであるとともに、テーベの表面で唯一命名されている地形である。クレーターは木星から見て、テーベの裏側に存在している。このクレーターの円には、複数の明るい点が存在している。テーベの表面は暗く赤っぽい色をしている。また、光点の進行方向に先行する半球と、後行する半球では、表面の明確な非対称性があり、先行半球は、 高校半球よりも1.3倍明るい。この非対称性は、テーベの速い公転速度と先行半球への頻繁な衝突により、天体内部の明るい物質が表面に露出していることが原因だと考えられている。テーベの表面には多数のクレーターが存在し、少なくとも3個か4個の非常に大きい衝突クレーターがある。これらのクレーターのサイズはおおよそ、テーベ自身と、 同程度のサイズを持つ。テーベは木星内部衛星群の4つの衛星のうち最も外側を公転している。軌道離心率はおよそ0.018。木星の赤道に対する軌道傾斜角はおよそ1.08度である。これらの値は惑星に近い軌道を持つ衛星としては非常に高いものであり、これはガリレオ衛星のうち最も内側を公転するようから。 過去に受けた影響で説明できる。過去にテーベは、イオとの複数の平均運動共鳴を通過し、この時に、離心率と傾斜角が上昇したと考えられる。テーベの内側を公転するアマルテアでも、同様の作用により、離心率と傾斜角が上昇したと考えられている。テーベの軌道は、テーベゴサマー間の外縁付近に位置している。この間は、 衛星から放出された物質から構成されている。テーベは、長軸方向を木星に向けて構点しており、テーベの表面の木星に一番近い点と一番遠い点付近では、衛星の表面と衛星自身のロッシュ限界が非常に近くなっていると考えられる。その付近では、テーベの重力は高点の遠心力をわずかに上回る、のみである。 そのためそれらの2点での衛星からの脱出速度は非常に小さく隕石衝突によって発生したゴミは容易にテーベの重力を振り切って脱出することができる。衛星から放出されたゴミはその後ポインティングロバートソン効果によって木星の方向へ移動する。このようにして生成されたゴミがテーベゴサマーカーンを構成している。テーベのクレーターの名はギリシア神話における テーベイの夫に由来する。ありがとうございます。